この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は県内でも珍しいエディブルフラワーを栽培している市内の生産者をご紹介します。簡単に言っちゃうと食べられるお花ですね。観賞用にもなりますけど、一番の違いは農薬ですね。エディブルフラワーってなると、エディブルフラワーに使える農薬っていうのは限られているので、そこが全然違うので、例えばスーパーで植木鉢で売っているパンジーとかビオラを買って、じゃあうちで食べようっていうのはやめた方がいいですね。エディブルフラワーを栽培する信沢農園では、いちごや露地野菜、米や麦なども生産しています。特にいちごは味と鮮度にこだわり、有機栽培を基本としています。きっかけはおしゃれが一番かな。やってみたかったんですけど、自分がレタス作りたいなと思った時に、ただレタスを販売するのだと人と区別がつかないので、その中にこういう食べられるお花が入ってたら差別化できて、自分の商品も人に見てもらえるかなと思って作ろうと思いました。信沢農園ではエディブルフラワーとしてパンジーやビオラ、金魚草やアリッサム、プリムラなどを栽培しています。見た目にも美しく食べることができるとあって、料理やスイーツを華やかに彩る食材としても人気が高まっています。鮮度、新鮮なことですね。市場に行って競りにかけるっていうのはないので、注文をいただいてから収穫して、それを次の日お渡しするっていう、またはその午前中に注文いただくと、その夕方までにはできるようにしますので、その日のうちにお客さんのところに行くので、一番鮮度が売りです味はね、それぞれそれじゃダメかな。このストックは菜の花科なので、なんとなく大根っぽいような、そんな味がしますね。ビオラはビオラの香りがするので、その香りの味がしますね。で、一番私が癖がなくて美味しいと思ったのは、向こうにあるプリムラなんですけど、それは美味しいと思いました。で、アリッサムはちょっと辛い感じかな。お肉によく合うってお客さんが言ってました。焼肉と一緒に食べると最高、胡椒みたいな、そんな味がするので。でも野菜と同じなので、それぞれ食べてみていただければと思います。エディブルフラワーとか野菜は自宅では販売していないので、例えば農協さんが経営している JA の色彩館とか、あとは高崎にあるオーパさんとか、そういうところに行っていただくと、エディブルフラワーとレタスは お買い求めいただけると思います。あと時々マルシェに参加させてもらったりとか、いちごは自分の家でも販売しているので、あとはやっぱり色彩館とか、あとスーパーさん、それからやっぱりオーパさんにも出店しているので、そちらでお買い求めいただければと思います。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。